久保さん、大分から来るんですね。はいまあ、僕も YouTube やってなかったら本当にいろんな人の出会いっていうのはなかったですね。僕も世界に久保さんほどはいないですけど、世界にも熟成さんがいたりとか、コンサル生がいたりとか。なんかこれって尋常じゃないですよね。うん。だって今までの世界だったら、半径何メートルとかその域じゃないですか。 あの出会いってだからこの出会いのなんだろうな無限,無限ループというかうーんまあ70億人地球上にねいっぱい人いてますけど本当に生きてるな80年90年生きてたとしても出会える人って本当に限りなく少ない数だと思うんですねだけどネットでこうやって発信してることによって もう本当に多くの人とのつながり、出会いっていうのが生まれて、そこからまた、まあビジネスだったビジネスが生まれたりとか、また何かが生まれたりとか、まあいろいろ生まれると思うんですけど、うーん。だから逆に発信していないっていうことは、70億分の奇跡を体験せずに死んでいくのかなっていう。うん、本当狭い世界で死んでいくのかなっていう、このテクノロジーをね、やっぱ、 うん、使えなかった時代だったらまあしょうがないというかしょうがないですよね。使えないわけですから。でも、もう 5G もね、iPhone 12も 5G 対応になったのかな。で、今度 5G になったら本当にすごい速度らしいんですけどね。もう 6G とか 7G になってきたからもうとんでもない時代になってくるんじゃないかなと思うんですけどね。だからテクノロジーを使える人とテクノロジーに置いてかれる人じゃ、 本当にその奇跡を体験できる、体験できないっていうのは非常に分かれ目かなと思いますね。うん。だからその前そのお客さんでパソコンが苦手ですっていう人がいたんですけども、スマホが苦手とかね。まあ今あ普通にいると思いますけどうん、その苦手っていうのは奇跡を逃してるのかなと思いますけどね。うん。てか、 多くの人が今、本当に奇跡的な出会いに、意図的に意図的にというか、うん、ね、チャンスはあるんですけどね。やっぱチャンスを掴む人と掴めない人の差っていうのは、やっぱ発信をしているか。スピリチュアル的に言うと、オーラを発信しているのかっていう感じですかね。まあ、だから、あの、わかりやすく言うと、 これ、まあ、最後まとめると分かりやすく言うと電球を光らせないと虫は集まらないよって話ですうん電球を光らせない限り虫は集まらないよと夏の夜ねあのー、コンビニとかの街灯とかに虫さんがいっぱい集まってくると思うんですけどあれ光ってなかったらあんなに虫集まってこないですよねうんどんな光をねこう放すのかによって 集められる人も変わってくるだろうし集まってくる人も変わるだろうしうんまあやればいいんじゃないかなと思いますではまた明日いってらっしゃい